はい、どうも。今日は肩トレの後で肩が張っているビレジェンドカビタニです。はい、ですね、今日はですね、ぜひ皆さんに、ちょうどね、飲んでいるプロテインが次のプロテインにこうね、変えようかなというタイミングにやってほしいことなんですけれども、実はですね、先日まで、僕はこのコーラね、一杯飲んだコーラを飲んでました。そして次、新しい、まあ、これがね、もうあと一食もないぐらいでもう終わっちゃうので、次はこのメロメロメロン飲もうかなと思ってるんですが、まあ、このね、今まで飲んでたものから次のものに、変わるタイミングで、まあ、しかできないところはないんだけど、その時にぜひやってもらいたいのが、これを混ぜて飲むっていうのね。どうしてもこう2つね、いっぺんにこう並んでると、まあ、もちろん開封してなければどっかに直しておけばいいわけなんですけれども、開封してあるとどうしてもこうしょっちゅう取りやすいところに置いておくじゃないですか。でそう考えると、空いてるものが2つあるっていうのも、まあ、あんまりね、衛生的にもよろしくないですし、まあ、邪魔にもなるので、だからこういう新しいパッケージから次のパッケージに変わるタイミングにぜひやってもらいたいのが、この2つをミックスする。そして今回は1杯ノンドコーラとメロメロメロンなので、メロンクリームコーラにしようかなというふうに考えております。はい、でそういうふうになるかどうかね、まずちょっと早速やってみたいと思います。あ、こうね、マッチョ29、これちょっと非売品なんですけれども、ビールジェンドマッチョ29、なんだ、ノースリーブシャツです。で、マッチョ29シェーガーですね、飲んでみたいと思います。こんな感じで 200cc 入れました。2杯ずつ入れます。2杯もあるかな。まあ1杯入れます。でこのね、コーラの炭酸がですね、まあ、半分だとそんなにプシュッとならないと思うんですね。ちょっとなんか、まあ、今2杯、3杯目入れてますけど、まあ、実際多分2杯分ぐらいでもう1杯も残ってない。もうなんか入れちゃいたいけど、どうしようかな。入れちゃおうか。これだから、これぐらいの分量入れたら、そうだな、コーラが大体2杯半、3杯ぐらいかな。3杯ないかな。2杯半ぐらいです。はい、もう完了、終了です。そしてメロン、メロンをスプーン2杯入れます。1杯よ。はい、でですね、そしていつも通りローリングシェイクからの、今ね、トレーニングしてたのになんかもうおでこピッカピカ光ってますね。はい、でローリングシェイクからのシェイクですね。まあ、コーラの時はね、炭酸なんで、あ、これももう膨れてきましたね。ちょっとね、やっぱ炭酸が出てます。シェイカーの蓋がね、もこっとこうもっこりしてきます。で開けるとですね、まあ多分これ音になると思うんですが、いきますよね、ブシュッて言いましたね。これがですね、まあ半分でも、ブシュッと言います。あ、匂いはメロンの匂いですね。はい、では早速飲んでみたいと思います。実食。うまい。いや、これね、予想以上にうまい。メロンクリームコーラ、いや、うん、まあコーラ感ちょっとだいぶ収まってるけど、やっぱコーラっていうのはなんかサイダーみたいな感じになってるね。いや、これ美味しいな。いや、これもう少し早く気づけばコーラもう全部入れきっちゃったからなくなったんだけど、もう混ぜるのやっぱいいですね。いろんな味が楽しめていいなと思います。ぜひですね、皆さん、まあ皆さんなりの味の楽しみ方をですね、探していただければいいんじゃないかなと思います。今回は1杯ノンドコーラとメロメロメロンをミックスした、なんだっけ、メロンクリームコーラを試してみました。ではぜひ皆さん、いろいろと試してみてください。さよなら。